や全く思ってないですよ。私サラリーマンですから、会社から命令されたら何でもやりますよ。私は全然なかったですね。レインをやってた頃はまだ学生で、まだ大学で日本画をやっていたので、その日本画をやるかイラストレーターになるかでまだ迷ってるぐらいでしたね。まあ、イラストはやってたもんな、うん、そうですね、はいはい、ただイラストは学費を稼ぐためにやってたことで、最終的にはそのまだ日本画の夢みたいなのが微妙にあった頃だったんで。日本画は画材がすごい高いんですよ。その顔料っていういわゆる特殊なあれがすごい高くて、 15g で5000円とか6000円、うん、1枚それでね、うん、何メーターとか2メーターとかの、ね、絵を描くときに画材だけでもやっぱり何十万とか変わっちゃうから、うん、それを稼ぐためにゲームの攻略本の桜大佐のヘンテコなメコだったりな、なんか結婚相談所のな、なんかチラシの仕事とかが入ったりとか、そんなことをして、暮らしてたら貧乏癖がついちゃったっていう。楽しかったことは、今回ハイバネに関して言うと、やっぱ自分でいろんなことをもうその決めていいので、どう言えばいいのかな、そのリクエストがあって、例えばレインの時だったり今回のテクノライズであったりっていう時は、なるべくその周りの人の言っているイメージっていうのをこう、例えばその人の話を聞いて自分の頭の中でこう考えて出さなきゃいけないですよね。そうすると迷いが非常に起きやすいんですね。これでいいかなっていうか、自分でこう、僕はこう思いますっていうよりは、そのこれでいいですかっていう出し方になるんですね。ハイバネに関して言うと、その、これでいいですかってお伺いを立てる相手が僕自身なので、そこの迷いっていうかブレみたいなものが少なくて済む。その僕が考えて、これが僕の考えですって言えば基本的にはそれが通るじゃないですか。だからデザインに関して言うと、その自分一人でやんなきゃいけなくて大変だったんですけど、その割には早かったですね。迷う時間がなかったの。逆にその大変なのは、これでいいですかっていうのは、その逆に言うと楽でもあるんですよ。基準な、そうそう、いいよって言ってくれる人、あるいはダメって言ってくれる人がその自分以外のところにいるので、自分はただとりあえず頑張ってればいいという、責任の所在みたいなものが、そのちょっと他の人のが受け持つ部分ができるじゃないですか。それが、楽であることもあるんで、ハイバネに関して言うとそれがないんで、もしこのデザインっていうのが例えば作品の中でうまく機能しなかった時の責任っていうのは僕にあるわけで、そのプレッシャーはありましたね。うん、両母が怖かったり俺の作品なのに上田さんはいつも普通に文句を言いますよね。ニアの時も吉年とか、こんな地味でいいのかよみたいな、で、そういえば直されてましたよね自分の書いたものなんで、その気に入る気に入らないっていう、その評価がしづらいというか、もうその自分の一部みたいなものなんで、その気に入る気に入らないっていうのは非常にこう言いづらいですね。その何だろう、自分を褒めてるみたいでちょっと気持ち悪いというか何かこう左官をやるんじゃないかっていう話を。壁塗り、壁の修理をするレンガをこうスムーズにしたりとか。多分ですね、その物語のその中核核になっている出来事みたいなものっていうのは、その書いてた時あんまり意識しなかったんですけど、それを含めると多分その10年か11年ぐらい前の自分の記憶みたいなものが多分その物語の起点になってはいますね。ただその話書こうと思った時は、逆に言うと構想を練らずに書くお話なので、要するにアドリブで物語を作っていくって形式なので、基本的にはその構想ゼロですね。何も考えずにポンポンと思いついたことでこう自動書記みたいな形で書いていくっていうことが一応コンセプトの物語だったんで。救いというか、その結局この物語の中で、その、レキっていうそのハイバネの女の子がその救いを見出すみたいな、物語であって、それに近い、出来事っていうのはその僕のその、その記憶の中にあるわけですね。その時に、自分がこれがある種救いであったんだってこう思った時のその、気持ちというのがものすごくその、自分にとっては大きなものだったんで、それをこううまく、
自分の例えば苦しんでいた期間からその、最後まであの救いこれが救いだったのかなって思える、時までっていうのを例えばその、まあ、物語っていう形で、まあ、変形させてますけど書くことで、最後に自分が感じたのと同じようなことを例えば読者が感じてくれるんであればその物語の内容が非常に個人的な、ものであってもそのあの物語という形で例えばそのあの僕のその個人の物語ではなくてきちんとあの登場人物を置いてあの変形させてますよね。そういう形で伝えればあのある種意味を持つんじゃないかっていうことですね。ちょっと特殊な作品だよね。そのお客さんの、まあ、感情をこう盛り上げようとかそういう要素は非常に薄くて、まあ、そのキャラクターたちのあれを見てる中で自分の経験とかと照らし合わせて何かを感じ取れるようなそういう風な作品になってるかな。なんだろうね、その僕らのいわゆる世の中ほらファンタジーっていうとさ竜ドラゴンが出たりとかさその魔法が使えたりってそういうファンタジーがあるんだけど、僕らが空想する世界っていうのはなんだろう、今僕らってすごい自由に生活できてて、まあ明日死ぬとかそういう切迫もないし、まあ頑張ればそれなりに評価されてあんまりリスキーじゃない、まあさっきのその売れる売れないとかそういうリスキーはあるけど、その生存に関わるリスキーさってやっぱりなくて、それをどっかまあ無意識の中でそこに追い込んだ時に自分が何ができるかとかそういうあのテストケースとしてのファンタジーみたいな構造をなんかなんとなく作ってるのかなって気はするんで、今非常にそうそうまさにそういうことですね。たまにはいいこと言うだろう。あのびっくりしましたね、あの今アベニカに来て初めて上田さんがいいこと言ったっていう。今までどう思ってんだお前は本当に。じゃあファンタジーっていうのは可愛らしいファンタジーじゃなくてもっと、うん、多分あの要するに僕は非常にやっぱ甘やかされて生きてるっていう意識が強いんですね。その守られてますし、それほど何かその本当に死に直面するような何かっていうものにそれほど切実に出会ったこともないですし、皆無ではないですけど、でもやはりその安全に生きていて、っていう中で多分その。いう自分とバランスをよりバランスを取るために何か空想するって言ったらやっぱりシビアな状況を想像すると思うんですよ。で昔の人がその例えばその空想の中でとても幸せなものを思い描いたっていうのはその逆に言うとその時の生活ってのは相当厳しかったんだなっていう、ね、生きるのが精一杯な時に、うん、あの夢物語をやっぱり描くのかなって気はするし、そうそうそう、ただそう言ってもね、暗いのばっかりやってると今度明るいのやりたくなるしね、はい、なんかだから僕らのなんかその空想とかファンタジーっていうのはすごいやっぱ自分たち あの今の生活にすごい地続きで、あのなんかやっぱりそこのフィードバックがあるものを作りたがるよね、傾向としては、うん、もう完全にね空想の方がまあファンタジーとしてその完成度高いのかもしれないけど、まあ、常に今の社会とか自分たちのあれとフィードバックができるようななんかね、やっぱり生きてるためになんかそのものを作ってるって感じはちょっとあるかな。一定量なんかこうダメエネルギーみたいなのが溜まった時にこのダメをどっかに捨てないと自分までダメになってしまうっていうことでなんかこうはけ口としてギャグ漫画みたいな。二人ともやっぱギャグが好きなのよ。結構あの二人でね飯食ってる時はくだらないことばっかり言ってもね。笑い話は結構好きだからやっぱり、お客が笑ってくれるとやっぱ嬉しいし、自分たちもなんかこう自分の中でクククって笑ったりとかするし、楽しいのがやっぱ好きだしね。ただまあどっちかっていうとその重たいテーマもやっぱ好きだし、まあ両方とも好きっていう感じかな。空っぽなのがやっぱり嫌だよね。そうですね、うん、商品としては成立してるんだけど、その自分たちとしての作り替えがなかったりとか、そのまあ楽しいけどなんかすごい空っぽで商品としてはすごい売れてるんだけどっていうのは、どうもちょっとやる気が多分それをやってしまうと次につながんないと思うんですね。自分の中で問題提起みたいなのが起きなくなっちゃうと思うんで、かなりそのやはりその天使っぽいものがモチーフになってたりするんで、その宗教色の強い、お話ではあるんですけど、これは
なんか特定の何かの宗教についてのお話じゃない、ないんですけど、でもやっぱりその宗教的な物語だと思うんですね。これは僕の多分その神様ってものに対する考え方であるとか、まあその命というものに対する考え方であるとかっていうのの、まあまあこれが全てではないんですけど、まあ一つの自分の、考えていたことのその答えみたいなもんだと思うんですよ。その辺をこうなんかこううまく伝わってくれてるといいな。今回の廃盤に関しては、まあ、阿部義俊っていう一人 の, アーティストが、まあ、作り上げた世界をできるだけその、曲げないように伝えようっていうのが、まあ、今回の、まあ、自分なりのプロデューシングの仕方だったんで、まあ、そういう面ではかなり、まあ、本人が頑張ってくれたんで、生の阿部義俊作品っていう感じになったと思うんで、まあ、文句があったら俺に言わないでこっちにということで。